あいつらを撃ってください。おい、撃てよ。兵士たちに日野を攻撃するように訴えるレン。新世界の神が生まれました。ゾンビショップ店長がお届けする日刊ゾンビ。今日は日本テレビと Hulu が共同制作するドラマ、君と世界が終わる日にの考察第20回目をお送りします。この動画では毎回いろんな謎や疑問について考察し、時には妄想も交えながらこのドラマの魅力を語っていきます。なお、この動画にはネタバレがありますので注意してご視聴ください。今回はシーズン3の第7話を衝撃的に妄想ということで、今回も私の妄想全開でシーズン3のストーリー展開について考察していきます。またこの動画の最後ではチャンネルに寄せられたコメントを紹介しますので、最後までご覧ください。ちなみにこのチャンネルではゾンビ映画の紹介や解説、ゾンビカルチャー紹介などゾンビファンに楽しんでもらえる情報を発信していますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。来年の2月25日に公開が決定しているシーズン3ですが、先週11月30日にキムセカの公式サイトで新たな情報が公開されましたね。キムジェヒョン、君と世界が終わる日にシーズン3も出演決定ということで、クロミンジュンがシーズン3にも引き続き登場することが決定しました。今回のシーズン3でも引き続きこの謎の男を演じることが決定したジェヒョン。先日撮影のために約8ヶ月ぶりに来日し、自主隔離期間を経ていよいよ撮影に参加することとなったということですね。このクロミンジュンが謎の男という正式な呼び名になったみたいですね。そして記事にはこうも書いてあります。シーズン1で放浪グループとして響きと行動を共にしながらも命を落とした韓国人青年ミンジュンと同じ顔を持つ謎の人物、集団 X の一員で、シーズン2ではシェルター希望の家での惨劇の裏で暗躍、医師であるくるみと共に姿を消すということで、シーズン3に謎の男として登場するのか定かではなかったのですが、なんだか安心しましたね。前回の動画のコメント欄で第7話をお願いしますとコメントいただきました。ありがとうございます。ということで今回も妄想全開でキミセカシーズン3第7話を予想してみたいと思います。前回ユン教授のアジトで監禁されているクルミが突然苦しみ出し、ゴーレム化の兆候が現れたところで終わりました。その後もクルミのゴーレム化がどんどんと進み、部屋の中で暴れ出すクルミ、間もなくしてゴーレム化が鎮静化したのか、クルミはうなだれて静かになります。すると騒ぎを聞きつけて駆けつけたユン教授と助手の男がクルミを拘束し、ユン教授は、ついに始まりましたねとつぶやきます。一方場面は希望の家へと変わり、救援活動を続ける日野たち。どうやらジアンが大事にしていた角森夫婦の赤ん坊は無事でした。まずは手分けしてゴーレム化した住民の遺体を片付ける日野と生存者たち。その傍らでは倒れ込んで眠り続ける轟。そこへ現れるレンと護衛の兵士。希望の家の惨状を一目見てレンは怒り狂い、あ、これは何なんだよ、お前たちは誰だ。そしてカナエの姿を発見し、これは侵略だ、お前ら裏切りやがったのか。日野たちを一方的に侵略者とみなして敵意をむき出しにしてきます。あいつらを撃ってください。おい、撃てよ。兵士たちに日野を攻撃するように訴えるレン。待ってください、秋吉さん、私たちそんなんじゃと説得しようとするカナエ。しかしカナエに対しても敵意をあらわにするレン。レンの気迫に押されて近づこうとする日野に思わず発砲する兵士。日野を銃弾がかすめ、かすり傷を負います。畜生、おい逃げるぞ。とにかくやばいとこの場を後にする日野たち。カナエも意識が朦朧とした轟を担いで撤退していきます。一方場面は特殊部隊のキャンプ地になり、響と柚月が特殊部隊のキャンプ地にたどり着きます。二人を警戒する隊員たちに、あんたたち情報が必要なんだろう、
と情報交換を持ちかける響き。それに応じる隊員。隊員はこちらへと響きたちをキャンプ地の奥へと案内していきます。その途中、響きは取り調べに連行されていくジアンを目撃します。おい、ジアン、ジアンと叫ぶ響き。しかしジアンは響きとは目も合わせず、無言で通り過ぎていきます。テントで隊長と会見した響きは、さっき通り過ぎたのはジアンですよね。そうだ、知り合いなのか。はい、一応。彼女は国際テロ防止条約違反の罪で拘束している。は？一体どうなってるんですか？すると隊長の口から新たな事実が語られます。三浦半島が封鎖され、ゴーレムウイルス感染症の蔓延が確認されると、数日後には首都圏まで感染が拡大し、本州はパニック状態に。2週間後には日本政府は機能しなくなり、各国とも連絡が取れなくなったこと。そして1ヶ月後に先進国首脳会議が開かれましたが、日本をどの国が救援するかで交渉が決裂。アメリカ、イギリス、ドイツの西側と中国、ロシアの東側に対立して第三次世界大戦が勃発したこと。しかしその後間もなく、主要各国で謎のカルト組織ダチュラのテロ行為により、ゴーレムウイルスの感染者が発生。世界中はパニックになり、現在も混乱が続いている状態ということが明らかになりました。また1ヶ月前にゴーレムウイルスの感染者が発生していない沖縄に、国連と米軍による臨時政府が設立され、調査の結果、日韓新興感染症対策機構が諸悪の根源であると断定。元自衛隊員を中心に特殊部隊が組織され、三浦半島に上陸作戦が決行されたのでした。生存者の救出と日韓新興感染症対策機構の壊滅及び謎のカルト集団ダチュラの全容解明のために、中心人物とみられる首藤教授とユン教授や機構の構成メンバーを拘束する任務だということ。特に数年前から世界各国での暗躍が確認されている工作員、コードネームブラックパンサーの捕獲を最優先任務としていることが明らかになりました。これが我々乗っているブラックパンサーですと隊長は言うと、空港の監視カメラで捉えたブラックパンサーの映像を響きに見せます。なんとそのブラックパンサーの正体はクロミンジュンだったことが明らかになりました。驚愕の表情を浮かべる響き。一方、ユン教授たちのアジトでは、手術室と思われる部屋の扉が開き、白衣姿のユン教授と先ほどの助手の男、そして数名の看護師が手術室から出ていきます。すると部屋の中からはけたたましい赤ん坊の泣き声が聞こえてきます。ユン教授は振り返り、マスクを取ると、新世界の神が生まれましたとつぶやく。というところで第7話が終わります。いかがでしょうか？もうどん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 本来のキミセカとかけ離れていってるような気がするのですが、面白いですかね。まあ、私はこの後どうなるんだろうと、まあ、自分で言うのもなんですが楽しんでおります。これからもシーズン3が公開されるのを待ちながら、君と世界が終わる日のさまざまな謎や疑問を解明していきたいと思いますので、皆さんの考えもコメント欄にコメントください。また動画のコメント欄で動画にしてほしいテーマを募集していますので、こんな動画が見てみたいとか、キミセカのこんな謎を考察してほしいなどありましたら、ぜひコメント欄にコメントください。それではこのチャンネルに寄せられたコメントを紹介していきます。平大原さんのコメント。誰も死なないことなくない？まあ私もですね、こう妄想を膨らましていると、登場人物に愛着が湧いてきてしまったんですね。なのでなかなかこう踏み込めない自分がいることは確かです。コメントありがとうございます。キラさんのコメント。ミンジュン役シーズン3続投になりましたね。日刊ゾンビさんは見ましたか？はい、私も公式サイトを見ました。ついにキム・ジェヒョンが
シーズン3にも続投ということで、本当にどんな役どころというか、どんなね展開になっていくのか楽しみです。続きまして、過去のぞみさんからのコメント。6話はゴーレムを倒しながら救助をするために行動する回ですね。そうなりましたね。私自身やっぱりこうゴーレムと人間のこう格闘するシーンっていうのが見てみたいので、まあバシバシとゴーレムをこう倒していく日の立ちのシーンをこう妄想してみました。楽しんでもらえましたでしょうか。続きまして、トマットさんからのコメント。そういえばクロミンジュンのシーズン3続投が決定しましたね。だんだん謎の集団 X の謎が明かされてきましたね。そう、やっぱりあの皆さんもう公式サイト注目されてるんですね。やっぱりこうだんだんシーズン3への期待も高まってきました。確かに公式サイトを見ますとこんなことが書いてありましたね。殺害したゴーレムに罰印をつける謎の組織 X の一員で、ゴーレムを操りながら響とくるみが身を寄せたシェルター希望の家で起こったさまざまな惨劇の裏で暗躍した彼はくるみと共に姿を消してしまった。ということはですね、やはりついにここでまずクロミンジュンがミンジュンと別人だということかな。あとは罰印をつけていたのもミンジュン、クロミンジュンだったこと、そしてクロミンジュンが謎の組織 X の一員だということもさりげなく明らかになってますよね。またシェルター希望の家を襲った人物も、これを見る限りではやはりクロミンジュンだったということが、まあ、明らかになってきました。皆さん、コメント大変ありがとうございました。今日はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからもこのような動画を配信しますので、この動画がいいなと思った人は高評価、チャンネル登録をお願いします。